か。まず何を入れるの。今日は何作るんだっけ。モイストポプリ。モイストポプリ、そう、お塩とハーブとお花を使って芳香剤を作ります。まずはでいい、うん、食塩入れたらどれ入れようか。じゃん。ではアップルミントの新芽の部分。はい。お。このまま。はい。ではアップルミント。アップルミント。次に、これがラベンダー。ラベンダー。ラベンダー。綺麗なところだけ。ラベンダーの花も茎も、うん、いい匂いがするところと、あと綺麗な、ここちょっと、うん、傷んできた、黒くなってる部分はやめ、はい、で綺麗な部分の花と葉もいい匂いがする。でこもきれい、きれい、はい、次
次。次は。これは。これはローズマリー。ローズマリーの新しい新芽の部分。うん、でもうちょっとここが間延びして、しかもちょっと傷んでへのっと、この色がちょっと変わってきてる部分は使わない。で元気で綺麗な部分を、全部使えなくても葉っぱだけでも大丈夫なので、ちょっと入れやすい大きさに汚い部分は取り除いて、これがローズマリー。トントンってすると空気が抜けて、で首のところまで。瓶がちっちゃいので今回は一段だけしか入れないけれど、の時はお塩ハーブ、お塩ハーブ、お塩ハーブで、お塩を首のところまで入れます、うん、はい。そしたら空気がなる下には入らないように、ただ一番上にでかかったな、じゃん、これすごくね、いい匂いがするビオラ入れたりとか、ちっちゃいビオラと、なんかうちの庭に生えてたなんかかわいい赤いポンポンも、お花だけ、と虫ちゃんついてないのだけ確認しながら、でどうなるかな、これは初めて入れたな、うん、入れてドライになるといいけど、黄色もかわいい、うん、ちょっと入れます、
よいしょ。こんな感じで。ちょっと入れて。どっちが正面？うん、したら、よいしょ、ごめん、出しちゃうのかわいそうだけど、よいしょ、で、うん、こけた、よし、このまま。で、ひとまず完成です。これでどんくらい待つばいいの？1ヶ月、うん、1ヶ月待つと1ヶ月、うん、ちょっと暗いところに置いて、うん、それでかき混ぜたりとかしなくていいの？そのままそのままで、開ければいい匂いがする。いい匂い、そう、芳香剤になるんだけど、さっきの時点で今回は花しか入れなかったんだけど、うん、エッセンシャルオイルを垂らす人もいる、うんうん、で、どっちにしろこのまま1ヶ月置いて1ヶ月、まあ、2週間から1ヶ月ぐらい置いて、うん、お塩に香りを移して、うんうん、芳香剤に芳香剤になるします、ね、で、まあ蓋のついてる瓶で密閉するので、うん、蓋がもし透明とかこう囲って、うん、なかなか透明はないか、いくものはまあ、中も可愛く見えて、うん、よくて、で、香りを開けた時しか匂いがしないから、香らせたい時だけ開けて、うん、そうじゃない時は閉める、うん、で、香りが弱くなったなって思ったら閉めて振る、うん、とまた香りが戻ってくる、うん、うん、で、まあ、昔からあるものの一つのポップリで、うまく頑張れば50年ぐらい、まあ、お花が熟成しながら、香りが熟成して変わりながら、50年ぐらい香り続けるのが、モイストポップリ。モイストポップリ。モイストポップリです。そう。なぜ、うん、やっぱ1ヶ月ぐらいこのまま熟成させた方がいいかな、香り的には、うんうん、なので、まあ熟成させて1ヶ月経てば、例えばなんて言うんだろう、サシェみたいに布に入れ替えて芳香剤で吊るしておいてもいいし、うんうん、まあお塩に匂い移して、そうそうそう、で、まあ、香りを楽しむっていうのよね、うん、ほっぷり、うん、で、もしまあエッセンシャルオイルを入れる場合は、ここから、まあ、すぐ入れてもいいんだけど、このまま置いて2週間後に1回蓋を開けて、うん、エッセンシャルオイルを入れてまた閉じて、うん、まあ、またそこから2週間から4週間ぐらい待つと、うんうん、まあいいかなと思います。まあ、使う時にしっかり本当はお花は乾燥してる方がいいんだけど、大体せいかさっきのビオラみたいなのは乾燥させちゃうともうくちょってなっちゃって、そのまんままずは入れたいから、うん、の場合は一回洗ってしっかり水気を取って、うん、瓶とかハーブとかも全部とにかく水気が残ってると。うん、かびたり腐ったりが発生すると良くないので、うん、とにかく乾燥させてから
作ってもらうとうまくいくんではないのかなと思います。はい。はい。